な子。妄想するだけなら大得意ですけど、ちゃんとした形にするとなると別なんですね。でも負けません。きな子は愛と勇気のプリンセスですから。思い返せばいろいろありました。きな子たち、ドリームアウェイの新曲が形になるまでに、それはもう腹いっぱいのストーリーが。まあきな子たちはお手伝いをしただけですけど、でもおかげで楽しい経験がいっぱいできました。プロデューサーさん、ありがとうございます。やっぱりプロデューサーさんはきな子の大切な人ですね。きな子の手を引いて夢みたいな景色を見せてくれて、でもそこは夢じゃなくて本当の世界で、素敵。でもこのストーリーはまだ先がありますよ。曲をファンのみんなに届けて、世界中がふふふな笑顔になってくれるまで終わりませんからね。収録に、撮影に、お披露目ライブに、はぁ、どのイベントもドキドキがいっぱいです。この気持ち早くみんなに伝えたいですね。溢れ出す思いが夜空に光る星になる、そんな素敵な世界をその目で見てみませんか。恋はロマン。